素晴らしい天候になりまして、皆さん応援期待しながら山に向かいましょう。正面遠くに見えてますのが、のこぎり岳になりますね。これから直してまいります。しばらくの間お付き合いください。こんにちは、安西です。今回は南アルプスの千畳ヶ岳と貝駒ヶ岳を登っていきたいと思います。両方とも日本百名山ですね。千畳ヶ岳は、標高3000メートルを超える非常に高い山でして、でそのね、たおやかな山容から、南アルプスの女王というふうに呼ばれております。反対にですね、貝駒ヶ岳の方は、そのね、たけだけしい山容からですね、南アルプスの貴公子というふうに呼ばれております。はい、そのね、対照的な山陽のね、山を登っていきたいと思います。はい、で今回はですね、長野県伊那市にあります千竜荘だったかなっていう登山口じゃないわ、バス停からですね、バスに乗ってきまして、北沢峠で降りました。はい、そこからですね、まずは長栄小屋という山小屋、歩いて15分ぐらいなんですけれども、今そこへ向かっております。そこでまずはテントを張って、今日は千畳ヶ岳を登って、明日貝駒ヶ岳を登る予定です。はい、で今日は9月下旬の平日になるんですけれども、バスがですね、思ってたよりだいぶ出発遅くてですね、8時5分に出発して9時に北沢峠に着きました。なので今日はかなりバタバタします。長栄小屋でテントを張って、まあ、10時ぐらいに出発したとして、千畳ヶ岳はですね、往復7時間弱ぐらいかかるかなというところなので、かなり慌ただしい登山になるかなと思います。はい、そんな感じでですね、なんかテント場が見えてきました。この辺も長栄小屋のテント場でしょうかね。はい、じゃあまずはね、長栄小屋で手続きをしていきたいと思います。はい、長栄小屋ですね。トイレ、テントの受付、水場もありますね。はい、受付済みました。テントバー利用料は1000円です。さて、どこにしようかな。この辺りにしようと思います。1段、2段、さらに奥に3段目とあって、1段目の一番奥って感じですね。はい、ちなみに今日はですね、今日明日はもう普通に日帰り登山っていうような感じなので、このね、日帰り用ザックに、トートバッグをプラスして、持ってきました。これで1泊2日のテント装備です。じゃあ張ってきます。はい、テント完成しました。もうね、置けるものは全部置いていこうという感じですね。はい、はい、ということで、10時となりました。もうね、すごいいいロケーションで、もうここでゆっくりしたい気持ちでいっぱいなんですけれども、これからですね、千畳ヶ岳登っていきたいと思います。それじゃあ頑張っていきましょう。まずはですね、少し来た道を戻ります。はい、バス置き場のね、ある分岐までやってきました。このテント入り口っていうところが、今来た道ですね。ここからこの小さな橋を渡って登っていく感じです。ここにもですね、水場があります。はい、じゃあ早速行ってみたいと思います。千畳ヶ岳2合目コース入り口、
ということです。3分ぐらい登れば三原市台というところに着くみたいですね。あ、もうすぐですね。北岳三原市台か。ああ、すごい。北岳か、あれ。こっから見るとすんごいとんがってんな。おお、かっこいい。千畳ヶ岳のコースタイムは、上りで3時間46分ぐらい、下りで3時間弱といったところなので、まあ往復で7時間弱かなっていう感じですね。はい。標高差は、だいたい1000メートルから1100メートルぐらいあるかと思います。まずはですね、矢部沢大滝の頭というところを目指します。1時間半ぐらいですかね。はい。今は割と緩やかなところを歩いてるんですけど、こんな感じでね、ちょっと足を上げたりするところはあります。はい、2合目に着きました。出発から30分ですね。このね、大滝頭っていうところを今目指してるんですけれども、こっから先がですね、おそらく地図を見る限りかなり等高線狭まってるので、急登が待ってるんじゃないかなと思います。今日はね、荷物軽いんで頑張ってちょっとね、早めに登っていきたいと思います。徐々にね、傾斜がきつくなってきました。今まだね、つづら折りなので大丈夫です。階段なんかもあるんですね。3合目、ちょっと緩やかになった。嘘です、すぐに急な坂に入ります。だいぶ険しくなってきました。よいしょ。4合目、矢部沢大滝の頭が5合目ぐらいですかね。こんにちは。はい、11時15分ですね。矢部沢大滝の頭、大滝頭ですね、到着しました。かなりね、頑張って登ってきました。ここからなんですけれども、ルートが右と左に分かれてて、左の方行くと小仙城ヶ岳に着くのかな。で、右の方から行くといろいろ山小屋を経由していく感じですね。登りはですね、山小屋経由で登って、帰りはこっちの小仙城ヶ岳で下ってこようかと思ってます。じゃあ右ですね。はい、出発します。
はい、まもなく藪沢小屋というところですね。その手前に水場があります。なのでね、荷物軽くした状態でもこうやって水場があるので千畳ヶ岳はいいですね。途中で給水できます。はい、藪沢小屋ですね。ここは避難小屋みたいな感じなのかな。なんか友人ではなさそうな気配ですね、はい、次は馬の瀬ヒュッテというところを目指します。ちらほら紅葉している木が出てきましたね。今日は9月26日なんですけれども、ちょっと今年は遅めですかね。去年の今頃はもう3000メーター級ですとだいぶ色づいてた気がします。今年は10月入る頃がいいのかなあ。まあでもだいぶ上の方も黄色っぽくなってきてますね。うん、秋の装いになってきました。こんな感じですね。馬の瀬ヒュッテ、千畳小屋、千畳ヶ岳という順に登っていきます。この大滝の頭からはですね、ほぼほぼ横移動でしたね。あまり標高差はないです。こっからちょっと登っていく感じになりそうです。おお、すごい山肌綺麗ですね。ところどころ黄色くなってます。馬の瀬ヒュッテですね。ここは友人小屋っぽいですね。馬の瀬ヒュッテにも水場があります。今ね12時登山開始2時間ですね。ちょっと汲んでいきましょう。 OK、 はい、次は千畳小屋目指してます。だいたい1時間ぐらいですかね。で、250メーターぐらいアップします。10分ほど登ってきました。千畳小屋経由千畳ヶ岳、1時間、あと1時間。よっしゃ。わあ、すごい千畳小屋と、その奥が千畳ヶ岳のカールですかね。おお、見えてきました。すごい絶景ですよ。いい道。これって七かまどでしたっけ。いいですね、紅葉のトンネルになってます。小屋までの登りは結構しんどいですね。ちょっと小屋で一旦休憩しましょうかね。小屋まで残り5分ぐらいのところですかね。水場がありました。本当に水が豊富な山ですね、千畳ヶ岳。もうね、小屋まで 1,2 分っていうところにも水場があります。こっちの方がいいですね。はい、12時50分ですね。千畳小屋着きました。
景色すごい。もう山頂を行かずしてこの景色です。カイコマ、ノコギリ岳、その奥は八ヶ岳ですね。はい、ということでね、ちょっと15分ぐらいここで休憩して山頂の方を登っていきたいと思います。はい、13時10分ですね。20分ぐらい休憩しちゃいました。はい、これからですね、千畳ヶ岳山頂、どれだ、これかな、30分ぐらいかけて登っていきたいと思います。それじゃあ頑張っていきましょう。いくつかボコボコボコとピークっぽいところあるんですけど、どれが山頂でしょうね。右から2番目の出っ張りかな。なんとなく奥のような気もする。どっちだろう。いや、最後結構登りますね。なかなか急ですよ。かな、なんか出っ張りが見えます。標識でしょうかね。いや、それにしても千畳敷じゃないわ、千畳ヶ岳カールっていうのかな、すごい圧巻ですね。もう景色がすごすぎてちょっと写真撮影してかなり時間使っちゃいました。どうやらもうこの目の前がね、山頂のようです。やった。最後のね、この急な登りを登ればゴールです。よっしゃ、登った。三角点。はい、13時45分千畳ヶ岳登頂しました。やりました。3033m ですね。おお、 3000m 超えです。すごい。あ、富士山。うわ、マジか。北岳の向こうですね。うわー、かっこいい。あれ、北岳で、あ、猪野岳ですね。そっち行ってみましょう。これが大千畳、大千畳岳、千畳岳ね、大千畳岳と小千畳岳、さっき小千畳岳って言ってたけど小千畳岳のようですね。はい、があるようです。大千畳は往復1時間かかったので今日はやめときます。そしてお、中央アルプス。あー、北アルプスも見えてますね。すごいわ。奥の方にね、八ヶ岳と手前はノコギリ岳と明日登るカイコマ岳。いいですね。はい、ということで千畳ヶ岳からの景色でした。いや、もう最高ですね。今日は本当によく晴れてくれました。午後になってもね、雲も全然発生せず遠くまで見渡せて本当にいい天気に恵まれたかなと思います。はい、でこれからですね、
古戦場岳の方に回っていき、下の方まで下っていきたいと思います。まだまだ絶景続くんで、このままお楽しみください。はい、古戦場岳の方ですね。40分ぐらいと書いてあります。どの辺だ？あれだと思うんですけどね。40分もかからないような気がする。もっと先かな。あっちですね。多分これが古戦場ヶ岳だと思います。この辺り結構ありましたね、やっぱり。いや、それにしても絶景なんですよ。戦場時期じゃないわ、戦場ヶ岳変わる、すごい。古戦場ヶ岳へ続く道ですね。貝駒ヶ岳も映って、もう最高ですね。うん、遠くから見てて思ったけど、やっぱり登りますね。少し、しかもすごい岩々しいですね。よし、岩岩地帯登った。あとはまあ緩やかに登ったりして、あ、ほとんど横移動ですね。あとはいやー、すごい景色、絶景ですね。今もなおね、南アルプスの山々見えてますよ。富士山もすごい。こんにちは。よいしょ。はい、下20分ですね。古戦場ヶ岳着きました。2864m、200m 近く降りてきましたね。いや、もうここもすごい絶景です。戦場ヶ岳もね、見えますね。さっきまでいたところ、もうここでも十分ですね。景色はすごいや。はい、ということで古戦場ヶ岳からの景色でした。まあ戦場ヶ岳からの景色とそんなに変わらないんですけれども、貝駒ヶ岳がね、近く見えたり、まあここからは戦場ヶ岳が見えたりとね、ちょっとだけね変化がありました。はい、とても良かったと思います。じゃあですね、ここから長栄小屋の方まで下山していきたいと思います。だいぶね、絶景で足取られて時間を押してしまいましたので、下りはね、撮影少なめでいきたいと思います。この貝駒ヶ岳と鳳凰三山の間にあるこの山ですね。ここから見るとすごい目立った存在感のある山なんですけども、何か調べたら朝陽峰っていう山だそうです。山梨百名山だそうです。6合目。ここからだんだん木の背が高くなっていく感じでしょうかね。
次が5合目のやぶさ大滝の頭なので、うん、もうだんだん順位帯ですね。大滝の頭まで降りてきました。5合目ですね。まあ、周回で回ってきたんですけれども、五線城ヶ岳の方はですね、もう最初からずっと上りが続く感じで、途中からさらにね斜度が上がって結構大変ですね。こっちはひたすらまずは緩やかに横移動していき、馬乗せヒュッて越えたあたりからですかね、ちょっと標高が上がっていく感じですね。で最後に一気に登るって感じですね。なので先に登るか後に登るかといったところですかね。ちなみにこっち下りで使ってみたらですね、結構拳サイズの石がゴロゴロしててですね、場合によってはね足くじいたりするリスクが高くなるかなと思います。そんなところです。じゃあもうあとはひたすら長英小屋まで下っていきたいと思います。はい、長英小屋まで戻ってきました。下りはですねかなり爆速で降りてきました。16時40分ですね。なんだかんだ上り下りの往復でコースタイムぐらいになったかなと思います。はい、いや本当にね戦場ヶ岳良かったと思います。テントがねこの長英小屋に張ってあるので、山頂でのね夕焼けとか日の出とかね見れないのがちょっと残念ですけれども、それじゃあですねこれからちょっと休憩して夜ご飯食べてビールも飲みたいですね。はい、はい、ちょっとですね生ビールのポップを見つけまして、通常の山小屋より安いのでね、ついつい買ってしまいました。こちらです。はい、ということでね、いただきます。乾杯。最高すぎる、めちゃめちゃうまいです。山で生ビールを飲んだのがもう 4,5 年前の唐沢カール以来かもしれない。あとは缶ビールばっかですね。めっちゃ美味しいです。